ということで皆さん改めましておはようございます。はい、どうも高井です。ということで行きましょう。本日ジローが食いたくなった。いや俺ジローの夢見てんな。夢の中で食っててジローをね。で起きてすぐ、あ、これちょっともういかなーなっていう、体が欲してたよね。もうジローやなと。ジロー、今日はジローの日やな。なるほど、そういう時あるよね。そういう時ある。あ、ジロー食ったことあんの？食ったことない。ないんかい。マシマシだけしてなんかマシマシできんやろ。背脂、ニンニク、油がマシマシできる。あ、なるほど、ね、そうそうそう。だから本日、同級生の天の声の天さんお願いします。はい。だから本日、はい、まあちょっとね寝起きでジロー、ちょっとニンニクマシマシいっちゃうじゃないかな。うわ、朝日がまぶしいよすっごい光飛んでる今回行きたいのが初めて行く二郎系ラーメンの店で、ほう、なんか今までラーメン層シリーズっていうのを言ってて、ラーメン層、地球キューブで考える、ラーメン層、面白い方へとか、歴史を刻めとか、まあいろいろあって、ラーメン層シリーズ次第もう最終章やなって言ってて、じゃあその最後行こうと思った店がもうなんか休業してて、もうやってないみたいな、もうなんか去年1年ぐらいやってないみたいな、あ、じゃあもう終わったわと思ったら、実はそのラーメン層の意思を受け継いだ弟子がやってる二郎系ラーメンの店出てきた。そう、関西屈指一番美味しいんじゃないかと言われてるんよ。あ、近いな。そう、ルーキーと言われど、まずね店の名前が愛すべきという。いや、サウザーや店主サウザーじゃないそれ。今回新しいのが、二郎系って一発目に食べるもんじゃないよ。だいたい晩飯とかに行ってて、うん、朝一でどれぐらい食えるのかなっていう、こう自分自身の限界みたいなものをこう見てみたいな。なんかあれあるんでしょ、ジローは。聞きましたよ、ジローは。何？あの、天変地異みたいな。天変地異？だから、もうすごいやん。なんかぐるんってやるやつ。人類もう消滅するやん。天地返しね。あ、天地返し。天地返し。これくるって返すのが、なんかすごいやっぱこう美味しい食べ方って。あるんですよね、なんかいろいろ。そう、あるんで、それも、まあやりつつ。関西で一番人気とも言われてる名高い、今回のその、食べていきましょう。かけましょう。愛すべきものすべて。1000円以下で食えるのすごない？ 880 円。あ、でも大体今までそうだったな。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。はい、はい、聞きました。おのこし現金やばいね。うん、忍たま乱太郎以外で聞くことあんねんな。おのこし現金やばい。 NHK 以外で見ることあんねんな。あとね、こういうとこで、やっぱりあるのが無料トッピングが二郎系といえばどれだけマシにするかってことよ。ニンニク、野菜、油。じゃあ俺全マシでいこうかな。全マシ全マシ。麺の量も自分で選べて値段変わらんってすごいな。350以上にしたらお残し現金だよ。ああ、なるほど。そうだから良心的なのね。お前こんだけ言ったけど食えんのかって話を読んだわよ。そう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 。だから俺はこう最初からその自分で食える量を見極めなあかんなって話。 YouTuber ってすごない。何がだ。この状況でようその声で喋れるな。ちょっと許可得てますからね。まあ得てますけど。そう、いやでも確かにそうやって言われたらちょっとすごいことなのかもしれんな。すごいよ。だってもうみんなすごいよ。すごい。カウンターでも。でも案外誰も気にしないかな。あ、動画撮ってること。そうそう、散々撮ってきてるけど。そうやで。ただ特に二郎系とかさ、あの俺を見に来てない。ラーメンを食いに来てるんだから。確かに。うん、俺見えたじゃないよ。そら知らん VK の歌も流れるわな。全然聞いたことない。いやでもめっちゃ有名かもしれへん。聞いたことない。でも二郎系バンドとか売れそうじゃない。ありそうやな。アンコールのことを替え玉っていうみたいなさ。盛り上がってることなんか増してきたねみたいなさ。はい、お待たせしました。失礼します。はい、続いていきますか。ニンニク少なめというわけで、こちらが愛すべきものすべてにの千増しラーメンでございます。それではいただきます。うん、うん、めちゃくちゃうまい。たまらんな。うまっ。すごいニンニク。人に合われへんや。3日喋られへん。3日喋ったらあかんやな。
チャーシューね。しかも天の声天さんは初めてなんやろ、うん、すごくない、こんな太い麺やろと思った。うどんじゃない、うん、鍋焼きうどんやんな、うん、色ついてるやつやもんな。うわぁ、錆びてた体に潤滑油が入ってきてる、関節に。くれね、くれ。いや、これ今日頑張れるで、一日。めっちゃうまい。これだね、トッピングで俺実は生卵って言ってたよ。これを入れたいと思います。これでこってりのこのラーメンも少しね、マイルドになるというか。でもさ、これ880円やったっけ、めちゃくちゃ安くない？ 1000 円以下で食えるんだよ。ショウ君って俺ほんま思うのがさ、うん、昔から全然金銭感覚変わらないの。そっか、中学からね、同級生やからさ、こう生活水準上がってるけど、なんかもしあった時、全然下げれるもん。一、うんうん、回上げたら下げられへんみたいな、言うやん。なんやろな、緊張感持ってやってる。常に人生に。そうそうそう、人生に、YouTube に。愛が全てやな。愛、そうそうそう。俺を愛してくれる人たち全てに。いや、でも怖いやん、だってこう人気商売ってさ。それこそ俺が始めた時ってさ、白い目で見られてなかった。見られてたな。じゃ見られてたよな。ぶっちゃけどうやった、天の声さんの時、中学の同級生としてさ。正直今ちょっとリアルな話で、完全やらかしてんなと思ったな。もう、あ、失敗側ってこと、うん、いやもう就職とかうまいこといかんだったやろなみたいな。あー、なるほどね。でもやっぱ実際のところって、前のまあ動画でも話はあったけどさ、うん、まだ YouTube ってものが浸透しなくてさ、はいはいはい、何やってんねやろ感がすごい。うん、うん、でもなんかこう成功する人たちで、そういう何もないとこを耕していって成功するやん。それがすごい。でなおかつ耕していった上でさ、うん、ほんまに思うのが、そうやってお金の価値観がほんまずれてないなっていう。ああ、でも俺先週1人2万の寿司屋行ったから。やめろよお前、やめろ。基本的に俺はガリ食うねから始めるそれで8割いくねから。それあれやな、動いてる寿司屋さんやな。動いてるよ、機械的に動いてるやんな。あ、無料のガリやな、それ。無料ガリ違うんですか。ごめん、あの回らん方やったわ。あ、でもそういう意味じゃこういうタイプやったけどね。変わらんよ、二郎系と残したあかんし。皆さんこいつ変わってますわ、健康さん。変わってた。やっぱすごいよな、ここならでは。初めて来たやん、どう雰囲気とかさ。すげえ床がね、食べるに特化したみたいな。量産の多そうかっていうぐらいぬるぬるしてる。ぬるぬるしてる。多分羽生結弦来たら滑るやろな。滑る、うん、トリプルアクセル行くで。行くな。最後プーさんじゃないもん、これ投げ込んでんの。プーさんじゃない。もうマシマシのニンニクともやしやろ。いや、どういうことやん。どういうこと。プーさんじゃ多分彼満足せえへんって。プーさんじゃ満足せえへん。満足せえへん。100% やん。みんなあの上下の動きしかしないわけで、夢中やで。確かに、もう一瞬羨やもんな。でも俺、逆に一人で食べに来てる女性の方見たら、これ前の動画でも言ってると、ちょっとなんか、あ、いいなって思うもん。なんかキュンとせえへん、まあ、仕事終わりとか、なんかキャリアウーマンみたいな人がさ、去って食いに行って、去って出てく感じ。いや、でもマシマシ食ってたら仕事並んでるな。確かにな。それ、何の仕事してんのってなるよな。逆にそれ面白いかもしれんね。どういう仕事してんのかなって。みんなが、そう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 、40代ぐらいの方、学生さん、大学生みたいな。あ、でもほとんど大学生やから多分1人40代おるやん。あ、でもトラックのうんちゃんとかだ。ああ、そうやね。さすがにマシはきついね。濃くなってきた。え、でもさ、同級生が年齢重ねてたらさ、え、お前もそんな年なんてね。いや、あるな。自分はさ、普通やん、年重ねることは。ただ、あ、中学の時のあいつももうこの年なんか、当たり前のことやねんけどさ。で、最近別の動画でも言ってるけどさ、文字の打ち方とかあるやん。LINE とかさ、Twitter とかでもそうだけどさ、皆さん分かると思うねんけど、おじさん構文っていうのがあるのよ。絵文字の使い方とか、何々だよねみたいな、なんかこうそういう書き方をするのっておじさんやねみたいな。そっか、こういうの書く40代50代のおじさんがこう若い女の子に送るときってこんなんやねんなとか。で、天さんの声がおじさん構文やって。マジでバカおじさんで、うわ、こいつ、そっか、こいつ
おじさんかもしれへんと思って190万の前で言ってもた LINE のことは俺メールってめっちゃ笑われんねんけど。あー確かに、メールって言わん、言わん、え LINE、 LINE って言う、うん、マジでメール送るわって言わん、ないない、いや冷たっおっさんやなと思ってこいつ冷たいやん。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。いや改めて本当にごちそうさまでした。というわけで今回はですね、愛すべきものすべてにというラーメン層の意思を引き継ぐラーメンにやってきました。本当に改めてめちゃくちゃうまかったです。朝からはきついかなって思ったんよ一瞬ね。あのね、行ったらいける、全然行き切れる、行ってもたら行き切ってたよ、もう全然もう一瞬不安に食ってたもん。めちゃくちゃもう今ねすごいよ。いやー朝から二郎系ラーメン結論ありです。いけちゃう、いけちゃいます。皆さんもぜひ行ってみてください。あそれこそ初めてっつってたからさ、どうやった、どうだった感想。あめちゃめちゃうまかった。臭いなお前、おい喋んなよ、やめろノーコメントでよろしく。3日間喋んなよ。いや